ッド IB ニュースです。福岡市が出資する第三セクター都市未来福岡が特別清算を申請する方針を固めました。ご覧の渡辺通り春吉地区の土地はもともと都市未来福岡が所有していましたが、現在は UR 都市機構が開発を進めています。福岡市が出資していることから公金支出の在り方が問われることでしょう。また天下り人事の話も聞かれています。今後行政の在り方、そして都市開発の在り方を検証するためネット IB で連載記事を掲載していきます。